人文系の人が理系的な言葉を使うっていうことに対するすごく強い抵抗っていうのがこれ、はい、文系の側からも理系の側からもあるんですよ。ああね、そこら辺をこうねなんかね改革にながらやるっていうのがめちゃめちゃ大変なんですよね。うん、いやなんか急に僕の愚痴みたいなあいやおっしゃることよくわかります前回はもう少し真面目にしゃべってたのに<う>なんで今日はこんな人生相談みたいになっての、ね、いやなんか楽しい感じ僕この間なんか久しぶりにあのヨーロッパ旅行したんだけど向こうのなんか街並みを見てるだけでもふつとコンプレックスが立ち上がってた <laughs> なんで出してるリンとか <laughs> ダメだみたいなでも前回ねタイパを気にするぐらいなら死んでしまえってやつがめちゃくちゃ良かったえでもそうなんじゃないの<笑><笑><笑>やっぱ生きること自体がタイパ悪いからねでもあの僕は結構タイパ気にするたちで昔からはい、はい、なんか結構こう毎日今日一日一冊も本読んでないとかっていうとすごくイライラしたりとか第1話と最終話だけ見るとかよくやってるのでだから最悪の男ですよ僕そういうふには <laughs> でもそれはね、まあ、結構そういう傾向がもともと強いから逆に思うんだけどタイパ気にするのはよくない。